新入生35人が入部し、総勢75人の大所帯となった鹿児島商業。これまで春夏合わせ25回甲子園に出場した伝統ある歌唱も、今年はノーシードからのスタートです。秋から NHK まで自分たちは試合で勝ち切ることができなかったんで、練習試合から勝ち切ることだとやってます。秋の県予選ではこの春の九州王者神村学園を破りながらも、その後の3回戦で敗退。春の県予選と県選抜はチャンスであと1本が出ず、私立校に敗れました。そこからは意識的な改革や少ないチャンスをものにするために、走塁面にも力を入れてきました。チャンスになるとみんな、まあ、気持ち的に、まあ、追い込まれるんですけど、そこはやっぱり自分がヒーローだって思う、そういう気持ちを持って今やっています。個性豊かで、まあ、ここの力は他のチームに劣っているんですけど、75人全員で戦ってやっていきます。歌唱がとにかく1点を取ることにこだわるのは、チームの絶対的エースへの信頼があるからです。三浦は本当自分たちにとっては大きな存在で、僕は本当信頼して自分たちが助けてやるという気持ちを持って夏は挑んでいきます。チームから全幅の信頼を集めるのが、去年からエースナンバーを背負う三浦壮馬投手です。去年は先輩たちをバックに投げてたんですけど、今年は同級生って、まあ、自分しかいないってことで、まあ、去年のプレッシャーもあったんですけど、今年は責任感が増したというか、自分が投げて抑えないと勝てないっていうのは改めて身に感じてるんで、そこの責任感は大きいです。三浦は秋の神村学園戦の勝利の立役者であるとともに、去年の県選抜大会では歌唱9年ぶりの準優勝にも貢献。経験豊富で県内屈指の右腕は、最速143キロのストレートを軸に変化球を織り交ぜながら奪三振を積み重ねるのが持ち味です。ストレートがやっぱり自分は時計だと思ってて、何が何でも自分が抑えてやるっていう、そういう気持ちで三振をたくさん取るつもりで、強い気持ちで投げていきたいなと思います。そのエース三浦を特によく知るのが、中学時代からのチームメイト、中軸を打つ山口とキャプテンの南です。三浦とか山口とか、まあ、3人でここに来て頑張ろうって言ったんで、まあ、最後は自分たちがその夏甲子園を目指してやっていきたいと思います。南もキャプテンとして、この間の大会4番として、まあ、自分が点数取られても取り返してくれたんで、そこはとても信頼を置いてます。山口に関しても、まあ、バッティングがとてもいいんで、という場面でしっかりと結果残してくれるんで、山口の方も信頼します。1点にこだわり、緊張感を絶やさず練習に励む鹿児島商業。絶対的エースを中心にノーシードから27年ぶりとなる夏の頂点を狙います。自分が投げなきゃ勝てないと思ってるんで、その責任というのをしっかり果たして、最後の夏絶対甲子園行きたいと思います。打線ではつながりを意識して、まあ、どんどんつながって大量得点を狙えるチームです、まあ、守備面としては、まあ、一つのアウトを確実に取るっていうのを、まあ、三浦を助けてやるところを自分たちはやってるんで、今自分たちはもうチャレンジャー精神で一戦一戦大事にして絶対甲子園行きます。